テイクアウトが好調なハンバーガー業界。中でも贅沢な素材や製法にこだわったグルメバーガーが激アツ。そんな映える絶品バーガーが今名古屋の女性を虜に。インスタ映えしますし、え、大好きです。グルメバーガーをこよなく愛する店主たちの熱すぎる思いとは。夢の中でも、まあ、ハンバーガー焼くぐらい好きですね。びっくり仰天、超グルメバーガーも登場。こちらが肉肉バーガーです。We love グルメバーガー、魅惑の世界へようこそ。去年の3月、地下鉄矢事駅の近くにオープンした、その名もハンバーガー生活のすすめライター。ちょっと変わった店名ですが、お店のコンセプトは、週に1回ぐらい気軽にハンバーガーを食べてもいいんじゃないかなっていうのを提供してる店ですね。店主の泉十さんもグルメバーガーはもちろん大好きですね。ハンバーガーが持つ雰囲気が好きです。和食店や焼肉店などこの道およそ20年、たどり着いた先がハンバーガー専門店です。自由な雰囲気が最高という泉さんの思いは全てのメニューに込められています。中でも一番人気がボリューム満点のこちら、ネオクラシックはパティ2枚にアボカド、グリルオニオンをサンドしています。常連のお客さんに魅力を聞くと、より肉っぽさがあるとことか、あとボリュームがあるとこですかね。お肉が美味しくて気に入って他のとこには行ってないです。いつもここに来てます。他にも特製のタルタルソースを合わせた照り焼きバーガーにも注目。こちらはテイクアウトでも大人気。お家でバーガー、羨ましい。娘と2個で、ね、今日テストなんで終わった後に買うよってな。ご褒美です。女性客に大人気のこちらのお店、実は2号店。1号店は本山と花崗山の間にあり、広い店内は開放的な空間。こちらではスモーク漂うバーガーが名物ですが、1号店とは全く違う新しいハンバーガーを作ってます。和牛の比率を3割に増やしたりとか、まあ、ハンバーガー自体バランスを取る料理なので、どこでどの味でバランスを取るかっていうのをこだわってます。旨味は和牛で出して、酸味はトマト、苦味はレタスとか、そういう味覚を全部食材から取るようにはしてあります。びっくり仰天、衝撃的なメニューもあります。パティ4枚にチーズのコクとスパイシーなサルサ、玉ねぎの甘みも加えた、その名もハンバーガーの襲撃。どうですか、このド迫力。やみつきの辛さが後引くうまさ。でもどうしてこのメニューを。あれは正直ただの遊び心なんですよね。なんていうんですかね、あれぐらい遊べる自由度があのハンバーガーの良さでもあるんですよ。ところ変わって、続いては名古屋今池。メイン通りから裏路地に入ったところに佇むバーガーズリパブリック。2階はテーブル席になっていて、休日のお昼時には女性や家族連れでにぎわいます。そんなこの店のハンバーガーは見た目も綺麗なこだわりの一品。自家製のバーベキューソースがコク深い味わいで肉の旨味を引き立てます。お肉もギュッとしてて食べ応えがあって、子供たちも大満足みたいなので、また来たいなと思ってます。すごい美味しかったです。やっぱりバンズが手作りっていうのもあったので、香ばしくて、他のハンバーガー屋さんとはちょっと一味違うなって。こだわりその1が自家製バンズ。バンズってすごく生き物で、毎日毎日ちょっとずつ違うんですよ。
塩の量とかは温度によったりとか水の量とか変えたり、まあ、季節によっても全然膨らむ時間とかも変わるんで、やっぱりその食感とかちょっと固めというかですね、お肉に負けなくて食べられるっていうバンズにしたいなと思いました。こだわりその2がパーティー。オーストラリア牛のもも肉、国産の脂身で、その時々のコンディションによって脂の量を調整しながら混ぜ込むっていう。ハンバーガーをこよなく愛する店主の鈴木真嗣さん。およそ15年前、名古屋グルメバーガーの草分け的存在であるレイヤーズの立ち上げに携わったメンバーです。以来修行を重ね、2年半前に念願だった自分の店をオープン。ハンバーガーはおよそ25種類、選べるバンズやパティ、ポテトでお好みのバーガーセットも。こちらが女性客に人気のアボカドチーズ。バランスの取れた断面はまさに萌え断。そして手間のかかるベーコンもなんと自家製。納得のいくまで試行錯誤を繰り返して完成したベーコンチーズは感動すること間違いなし。肩ロース肉が入ったジョーパティがおすすめです。今日はアボカドチーズバーガーとベーコンチーズバーガーかな。ハンバーガー食べるってなったらいつもここを選ぶくらい好きなお店です。さらに一押しは午後3時からの限定メニュー。店名と同じ名前をつけたリパブリックはボリュームも満点。ここで店主の鈴木さんに聞いてみました。グルメバーガーとは一体？ご褒美的な時間を得られる食べ物かなと思ってます。さあ続いては地下鉄鶴舞線の塩釜口駅から歩いて8分のところにあるブラウンバーガー。およそ1年前にオープンしたこちらの店の一押しがプレミアム塩バーガー。北海道産の厚切りバターをパティにオン。フランス産の粗塩がアクセントです。そして自慢のパティはまるでステーキ。グルメバーガー大好きというお二人も。一番美味しかったです、今まで行った中で。もうめっちゃステーキ感がすごかったです。それがまたバターでマイルドめになってすごい相性がいいのかなと思いました。店を切り盛りするのは中島さんご夫妻。ハンバーガーのこだわりは教えてくれました。パーティーにはかなりこだわりがあって、サーロインを 100% で作っているっていうところは他にはないところなのかなと思います。肉は主にニュージーランド産牧草牛のサーロイン。それを手切りして成形するため、ミンチとは違ったジューシー感と肉肉しいステーキのような食べ応えが堪能できます。そんなこだわりのパティにモッツァレラやブルーチーズなど4種類のチーズがとろーり。なんとも贅沢なクワトロフォルマッチ。仕上げに甘い蜂蜜をかけていただくスペシャルなバーガーです。リピーター続出中。テイクアウトを買いに来たこちらの方も大絶賛。フランス人的にはフロマージュの味とかパンの味とか肉も結構美味しかったので、ちょっと高めですけど全然その値段は価値があると思います。そしてこちらはプレミアムなトリュフバーガー。高級な白トリュフが香るふわふわソースをバーガーの上から惜しみなくたっぷりと。さらに衝撃的な超グルメバーガーも登場。それがこちらが肉肉バーガーです。なんとバンズの代わりに肉と肉でレタスやトマトを挟んだ超プレミアムバーガー。このド迫力にお客さんの気分もアゲアゲ。本当にもうステーキって感じ、ステーキって感じすごい重いかなと思ったんですけど、そんなことなくて本当に美味しくて、油とかも重たくなくて軽く
本当にパクパクって食べれました。 We love グルメバーガー、そのバリエーションは無限大です。